岸和田自然資料館は、岸和田市境町にある自然主計博物館。岸和田で発見された岸和田ワニの化石など、岸和田市を中心とした専修地域の自然の調査研究、資料の展示を行っている。その他寄贈された多数の動物の発製の展示が行われている。大阪市立自然史博物館で館長を長年務めた古生物学者の戦地満蔵を、 初代館長に迎えて1995年に開館した。2004年にはチリメンモンスター探しをテーマとする博物館イベントを資料館の協力団体、騎士は出自然ともの会と共に開催。チリメンモンスター探しのイベントは好評を博し、関連する書籍も刊行され、さらにはカプセル玩具にもなった。2011年には常設展示として、 モササウルスの化石などの資料が追加された。2014年の平成26年台風第19号の影響により、1階のロビーや多目的ホール、事務室などが浸水の被害に遭い、自然試験博物館ネットワーク等の支援で資料の復旧が行われた。大阪府の美術館、博物館、ミュージアムナビ岸和田市立郷土資料館士和田自然資料館、 岸和田市の部屋。http://www.kishiweta.or.jp/.kishiweta.html。博物館は楽しいぞ地域を知り地域に根付く。博物館に、アーカイブド2015年4月2日。アット・ザ・ウェイバック・マシン。欧米第17号2003年秋。大阪湾。 ベエリア開発推進機こっちリモンを探せ。岸和田自然ともの会、チリモン博物種元気書房2009年番台、新製品情報台風19号で、浸水被害を受けた、岸和田自然資料館を、西日本自然史系博物館ネットワーク等が支援、カレントアウェアネスポータル。ありがとうございます。